ようぶらさん、幸せごろです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、公式の方で発表された新しいね、23日アップデートの情報を紹介していきたいと思います。僕の気になるところはやっぱり新キャラのアルベドとカウの情報なんですが、他にもね、キャラクターが追加されるってことで、そこら辺の予測であったりとか考察、あとは新武器の方とか、あと新生物ですね、それの相性のいいキャラクターとかも僕なりにちょっと考察したんで、それをお話ししていきたいと思いますんで、ご視聴の方よろしくお願いします。で、まずアルベドなんですけども、こういったキャラクターですね。これがなんかキャラクターの話からするとクレイのお兄ちゃんで、スクロースのお師匠さんみたいな感じで、かなりモンドの中では天才児みたいな感じで認識されてるキャラクターみたいですね。で、こちらの方はね、ストーリーやった方だったらわかると思うんですけども、仙人ですね。仙人の、カウンさん。これが氷の弓使いみたいです。で、これがアルベドの PV。 これ YouTube にあるみたいなんで、よかったらその時また見てほしいんですけど、こういった形で片手剣で戦うキャラクターですね。この、元素爆発がかなり優秀そうなのと、この鼻の上にこう乗って、このエリアが書いてありますよね。このエリア内で何かの影響が出るんじゃないかなと僕は考察してます。で、これが元素爆発ですね。この周りになんか岩みたいの立ってるんですけど、岩の、範囲攻撃なんだろうなとは僕は思いますけど、で、ちょっと音量下げようかな。で、おそらくなんですけど、この花、ただ単のエレベーターみたいなものなのかなと思って、こう上に乗って、そこから上からなんか魔法系のキャラとかで攻撃すればいいだけなのか、落下攻撃すればいいだけなのかなと思ってたんですけど、この周りに円が書いてあるんですよね。この円範囲の中で何かのバフが乗るんじゃないかなと思います。で、サポート系のキャラっぽいんですよね。この匂いがプンプンするんですけど、なので、おそらく、攻撃力バフはちょっと強すぎるかなと思うんで、ディフェンシブなものなのかな。これで攻撃力バフがつく内容とかであれば、もう僕の今までの考察の経験上、もう強キャラすぎるんで、ちょっとダメージ軽減系が岩元素なんで、そういう方向性の方が近いのかなと思いますけどね。あと、元素爆発に関しては、やっぱ今までの、キャラクターで、こういうサポート系なのであれば、勝利であったり、行幸であったりみたいに、スキルクールダウンの、12秒で、軽い40とか、60ぐらいの元素必要量で、かなり高回転で回すような内容なのかなと思いますね。だからサポートで、例えば吸気族であったり、そこら辺をやって、火力を、元素爆発を高回転で上げながら、今の花みたいなやつを置いて、味方の、火ダメを抑えていく、あるいはそのジャンプ落下攻撃が得意なキャラクターに託すとかで、上に乗って無敵な状態でガンガン攻撃するとか、そういうことを可能にするようなキャラクターなのかなと個人的には思います。で、これがアルベドですね。で、次がカウン。じゃあカウン見ていきましょう。音量下げましょう。で、このカウンさんですね。弓系のキャラクターで倍率がどうなのか気になるところなんですが、6段攻撃なんで強いのかなと思います。で、やっぱチャージ攻撃系。氷の弓で代表的なのは、ディオナなんですけども、ちょっとディオナの、これは回復はしないと思うんで、さすがにかぶりすぎるんで、若干アタッカー寄りなのかなと思いますね。で、今、画像を見て分かったと思うんですけども、元素爆発が広範囲のエリア、広範囲エリアに、これですよね。なんかつららみたいなのがいっぱい落ちてきたりとかしましたよね。なので、その広範囲のつらら継続氷攻撃で、
星5のキャラなんで、まあ元素は重いとは思うんですよね。ディオナとかとちょっと比べたらやっぱそんなに軽くはならないと思うんで、60から80ぐらいの元素必要量で、おそらくあのエリアですごく広いエリア内で継続攻撃をしていく、でスキルの継続期間、元素爆発の継続期間ですね、その円のつららが落ち続ける継続期間はおそらく、まあ、15秒とか結構長めで、クールダウンがまあ20秒とか、ちょっと長めの設定だと思うんですね。長い長いみたいな。なので例えば、まあ、例えば新しい生物が、まあ、出て、そうだな、例えばタルタリアに変更して、その15秒間氷継続が乗ってる状態で、まあ、ガンガン敵凍らせまくりながら突っ込んでいくタルタリアみたいな、でその間に元素タルタリアで貯めて、まあ星、そうだな、元素爆発をやって退場して、まあ貫突タルタリアとの組み合わせがかなり面白そうな内容、でつらら攻撃って継続して凍らせてる相手にであれば、おそらくあの凍結で新しい氷生物が後で説明するんですけど、凍ったやつ回心率 40% 上がるんで、このキャラクターの元素爆発攻撃力をかなり爆上げできるんじゃないかなと。要するに缶は回心ダメージをゴリモリにして、で元素を攻撃力を上げて氷ダメージバフを乗せて、で元素爆発を回しまくって、でタルタリアで凍らせてつららのダメージを上げながらタルタリアは突っ込むみたいな、で元素爆発退場でもう缶溜まってますみたいな、だそのちょっと間があるところで、まあディオナだったりベネットだったりを使って、その元素熟知と火力を上げる、あるいは深淵を使って元素爆発バンバンやって炎継続ダメージガツ乗せて突っ込むみたいな、そんなこともできるんじゃないかなと思いますけどね、で途中で元素スキルがあったと思うんですが、ちょっと気になったのが、これじゃないな、これですね、これがなんかあの丸いものがついてるんですよね、これで、ちょっと範囲が入ってると、だからこの範囲氷が継続的に、なってで最後爆発すると、これ完全にモナなんですよね、モナと同じ、だからあの氷版のモナみたいな、かなり優秀なものだと思いますね、これは。モナと、だから水系のやつとか、その継続して氷の、あのダメージがおそらく乗りそうな雰囲気がプンプンするんで、もう普通にこれ出して他のキャラで元素を、まあ、妖怪であったりいろいろ組み合わせることができるんじゃないかなっていうような感じは僕はします。まあ、これがあのカウの考察ですね。ちょっと長くなっちゃうんですけど、ちょっとね、こういう形でゆっくりあの話しながら考察するのも楽しいかなと思いまして。はい。じゃあ次ですね。まあ、ここで雪山ヒルとかこう増えるのはまあいいとして、ちょっと飛ばしていきますね。で新システムも追加されるようですね。なんか、寒いとこらしいんで、ちょっとそこら辺ちょっと気をつけなきゃダメですけどね。ただなんか、非元素のキャラで、ね、草燃やしながらちょっと進まなきゃいけないとか、そんなのあるかもしれないですね。で、探索システムね。で、ここら辺で多分この、なんか、なんだろうな、町のなんか知名度みたいな、評判システムみたいな感じで、多分こう、町のこうレベルをこうね、上げて、そのなんかもらったりとかするような感じだと思うんですよね、多分ね。それかイベントなのかな。で新しい武器、鍛造できると、
ちょっとなんか気候体験っぽい見た目なんでちょっと気になるんですけどね。でまあここら辺と、まあ、ここら辺のやつはねまあいいとして、まあ、ストーリーのオート再生機能、これはなんだろう、プレイヤーさんの期待に応えていろいろやったみたいですね。で新しいストーリーはやっぱりこのアルベドとのこう関係性、あとはこの新キャラ、これ星4の新キャラみたいなんですけどね、追加されそうな感じ。だここら辺の関係性なんかもちょっと気になるところではありますね。こう師匠みたいなんで、ストーリー楽しみですよね、うん、でこれも新しいこのやつで、これが新しい武器ですね。これ鍛造できるやつじゃないですかね、設計図。まあ、剣以外は設計のやつで手に入るものなので、まあ、今は鍛造するのがあんまり、微妙かなっていう感じであれば取っといてもいいかもしれないですね。特に片手剣なんか。はい、じゃあこちらが結構目玉で、氷元素の生物と水元素の生物やっときましたって感じですね、はい、で氷元素に関しては2セットで氷元素ダメージアップで、こちらが氷影響を受けているものは 20% 回心率で 40% 合計凍結してたらなるみたいな形になると思います。まあ、これちょっと面白いのが凍結状態にして、まあ、回心率 40% まで上がるってことなんで、まあやっぱり水系のキャラクターと組み合わせるとかなり効率いいのかなとは思うんですが、まあ、例えば氷砕いてしまったらね、次のものに影響が与えられるんで、意外とね超運デメリットかなみたいな、体験で割っちゃうじゃないですか。そこら辺とかを兼ね合いにしてやっていくのかなと思います。はい、だから普通に殴ったりとかするだけとかよりは、例えばさっき僕の言った継続ダメージ系ですよね。アルベドの継続、あれ15秒ぐらい継続する元素爆発のつらら、あれって退場中とかでも回心率はアルベドに依存すると思われるんで、まあ、これ生物の効果がそのまんま退場中も乗ってるのであれば、元素爆発をバッて打って水系のキャラで突っ込んで、で凍らせまくって、まあ例えば一番いいのがそのモナだったり、そのタルタリアだったりして、凍ったやつをぶっ壊さないみたいな感じでやるのも面白いのかなと思いますね。はい、回心率がそのままノリノリでいけると思うんで、まあ、ここら辺の組み合わせ、あとはまあガイアとかも意外と面白いかな。片手剣なんで、でガイアって片手剣の中で攻撃倍率が非常に高いんで、ガイアなんかもこの生物非常にあって、出しっぱなしとかでも面白いのかなと思いますね。要するに生物とか冠で回心ダメージゴリッゴリ盛りの生物 30% とか乗ってるやつをボツボツ乗せてやって、これでも面白いかもしれませんね。もうただそれだけで 40% 回心率乗ってる状態なんで、うん、でやればね、もうほぼほぼずっと回心率乗りっぱなしみたいな面白いと思う。でこちらすごくやばいのがこの水元素のこちらなんですが、まあ、2セットで水元素ダメージで、こちら元素スキルを発動した後15秒間なんで、まあ普通に考えてモナはもう普通に強いですよね。例えば2凸のモナは通常攻撃ガンガン打ちながら銃撃が乗るみたいなやつなんで、もう全てにおいて乗りますし、まあ、元素ダメージプラス 15% はその元素爆発にもね、普通に元素スキルのやつにも乗るから、通常攻撃だけでもなくて全体的にダメージが上がるというようなところだから、かなり強い。でモナの6凸の効果で、まあ、その銃撃をねかなり多用していくようなスタイルになってくると思いますんで、まあモナに向いてるっていうところと、あとはタルタリアですね。タルタリアはこれすごい向いてるんですね。ただ注意してほしいのが、元素スキルを発動した後15秒間なんで、まあ発動して15秒間ボッコボコにやって退場して、まあ他のキャラでしばらくねスキルが戻って戦えるみたいな感じのキャラクターだったらいいと思いますね。はい、
なのであのメインアタッカーでやるんだ、メインでずっと使い続けるのであればあれだけど、基本タルタリアって6凸以外は退場するキャラなんで、まあ別に合うのかなと。一回本気でバツバツ攻撃しまくって退場してみたいな感じで、うん、だから理想としてはその新しいカウンをの元素爆発を打った中で15秒間じゃないですか、カウンの、ね、元素、おそらく15秒からね、それぐらい10何秒とか20秒はないと思うんで、15秒ぐらいだと思うんですよね。あれが10秒とかで切れたら短すぎるんで、まあ、ディオナが12秒なんですよ。ディオナの元素爆発は12秒なので、まあ、それよりは長いかなっていう感じで、で、元素のその元素爆発を打って15秒間タルタリアで突っ込むみたいな感じが理想的なのかなっていうような感じしますね。でそれで退場して、その間例えば他のメインアタッカー、あるいはまあベネットとかであのバフをつけていくみたいなようなムーブをする、うん、そういう形でやると非常に面白いかなと思います。あるいはそのタルタリアいませんよとかであれば、もうあの行く空きを使ってメインアタッカーに付着していくというようなのも面白いと僕は思いますね、はい、ただ氷で誘拐とかしたくないんで、凍ってるやつに例えばレザーとかかな、レザーメインにして、あの行く空きの元素爆発、その関羽の元素爆発でレザーに変えてボッコボコみたいな、そういう形でも面白いと思いますね。まあ、凍らせながら感電かけ、超電導かけながら、あの感電かけながら超電導かけながらみたいな、ちょっとよく分かんなくなってくるみたいな、やり方も結構面白いのかなと思います。はい、まあ、これが新しい新生物、これが目玉ですね。ちょっと時間使いました。で新しいあの無双系のキャラクターも動画見たら出てきました。これイベントだと思います。あとはあの宝箱、宝を探すイベントで、またなんだ、リツホンさんが出てきます。あのサングラスの変なね、アフロみたいな髪型してる、はい、っていう形になります。その先出し動画、これ公式のあのツイッターの方で明かされてますんで、よかったら見てください。この表の今のリツホンさんのやつとかで、新システム、心がちょっといいですね。まあ、フレンドチャットでね、表示名を変えたりとか、まあ、誰だか分かんなくなるじゃないですか。あの名前変えられると誰だか分かんなくなるんで、それの、あの対策と、あとは写真機能の更新ね、あのにっこりさせたりとかできます。あとはここら辺の、あの秘境の生産更新、そのまま続けて、しかもそれ拾うんじゃなくて出たものが一覧で見れるというような内容で、あとは突破ですね。これ新しい機能なんで、これ期限とかないでずっとです。突破素材がどれぐらいかかったのかっていう、そのプレビューを見れるのと、あの20、50、70の突破の時にこちらの、まあ、出会いの印象をこうもらえるというような新システムって感じですね。まあ、ここら辺が大きなあの変更点であったりだと思います。あとはこの 原石とかがもらえるそのコードがありますんで、それぜひね、このコード間違いなく入れてください。PC とかの場合だったらそのまんま入力する場所があってやるんですけど、プレイステーションの場合はそのゲーム内の中でオプションアカウント交換コードでそのままできます。注意してほしいのはレベル10以上、冒険者なくレベル10以上っていう形になります。これで以上ですね。はい、一応こんな形でね、ちょっと時間いっぱい使ってお話しさせていただいたんですけど、ちょっとラジオ代わりに、ね、聞いていただければ幸いです。ではまた、動画の方を出していきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価していただけると非常に嬉しいです。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。